こんにちは、黒橋ずこです。今日はミニポーチを作ります。ミニポーチって言っても本当のミニミニポーチくらいですね。生意気にもファスナーもつけてあります。ファスナーつけて大嫌いっていう人はとても多いのですが、これ作ると好きになるかもしれないっていう隠れ技をお教えします。皆さん、これの大きいポーチはお作りになったことがあると思うのでご存知かと思います。パッチワークの部分は本当に2色使いですね。無地と柄の2色使いでもこれはパッチワークと言います。ちょっとした歯切れがあったら形が整わなくてもサイズさえなんとかなれば、もっと小さい歯切れしか残っていないっていうことであれば、これを1枚2枚ではなくって、ここをカットしちゃって、これとこれがこっちでは反対になると、柄の方が小さくなってっていう風に、そこでつないで作っても構いません。いろんな工夫をして細かい歯切れも全部可愛くなるように小さい小さいミニポーチです。今回は綿を剥いで適当に押さえてあります。まずファスナー付けのためのバイアスをここで巻きますが、この真ん中が底になりますよね。そこまでの寸法を今までの大きいのでは取ってらしたと思いますけども、ここではそうしてつけると、この R があるところで硬いファスナーをつけますと、ここのところの金物が金歯でニコッと笑ったようにならないように、この虫が隠れてほしいということで、まずこれを畳んでつけますね。16センチで取ってください。幅は1センチ5ミリのバイアスの出来上がりに取ってくださって、それで中心点からここの裏側に、ここがマチの絵が描いてありますから、マチの端っこまで、でこの端を5ミリぐらい、この中側に、畳み込む側にバイアスが届いていればいいということで、待ち針を打ちますと、このくらい R が取れていません。まっすぐに三角の底辺みたいになってしまってますが、ここの分だけバイアスなので伸びますから、伸ばしていきます。一番最初に真ん中に待ち針を留めます。それから右左と両側の端っこも留めてしまって、強引にこのカーブを取っていくわけですね。下の方は、左側の方ではこう持ち上げるだけで上がってくれます。まっすぐですから、ここは裏を見ながら、ここだねという印がしつけ糸で綿が押さえてありますから、そこを当てにしながら、表の方はヘラが打ってあります。ヘラの上にしつけもかかってるので、そのしつけのところをここら辺が真ん中かなということで、糸足のところに打っていきます。そしたらちょっとこっちの方が布が広かったんだなと思ったら、こっち側を狭くして、こっち側の中ほどまで、ここを伸ばしていくわけです。ぐいっと伸ばしても大丈夫です。このバイアスを伸ばしたものが大きくなってしまうっていうことはありません。向こう側に行くとこっち側はまた狭くなってますから大丈夫よ。この切れはバイアスが伸びないなと思うようだったら、この縫い代をちょっと切っても大丈夫ですね。平らになるように間隔を取った時に、こちらの側でタックが寄っては困るのね。本体にタックが寄らない程度に、ここからしっかりと伸ばしていけばタックは寄らないで、そちらに並んでるのはみんなしっくりとブヨブヨはしております。次はこっち側ですね。こっち側もこうカーブがありますけども、今こっち側に印があります。慣れてきたらここの真ん中にってやっておかないでも、こうして取って、一番上のまっすぐの部分でもちょっと引っ張る、ちょっと引っ張ったらすっきりとこっち側の方で、人差し指と親指でちょっとこう引っ張ってあげて、親指の爪でここを押さえて、その上でこの
畳んだ印をと、このしつけが合っていればもうずれてデコボコはしておりません。でそしてこうして撫でてあげると、ここではたるみが向こうでタックが寄ってないなっていうことが分かりますから、確かめるために待ち針で印を拾って、ここでは行き過ぎてるなと思ったら、ここを見て ここはブカブカしてますけども、これは向こうに行ってまた処理ができますから気にしないでください。ここの待ち針を打ったところで縫えていけばいいわけですね。じゃあ縫ってみます。そうしましたら、幅を揃えてカットしていきます。これできれいにここにタックが寄らない。そしてもうこちら側を向いてくれてますよね。まつる時はこの中袋を作ってここに入れてまつるんですけども、ここがこうなってるっていう、こうなってない、ここに今度は異質な硬いものをつけていきます。このファスナーにもここで合わせます。合わせて中心を取っときます。中心を取っといて、そうするとこのポーチの正面の口のところのバイアスのついた中心と、ファスナーのさっき畳んだ中心のファスナーがついてる金物よりもこのところで留めます。そしてここ入れるところはちょうどファスナーのバイアスをつけて
た表側から本体と縫ってあるところから入れてここに出して留めますと、ちょうど2ミリぐらいファスナーの方が本体よりも内側に行きます。そしてこの両側にその段取りでファスナーを待ち針で留めていきます。金のすぐ下を留めちゃうとミシンで縫うことができませんので、ここに出してしつけ代わりの待ち針を打っていきます。でこちら側も内側から見るとこの玉縁の縁がちょっと輪になって見えるくらいに下がっていると、この虫が閉じた時に見えません。であとはこれをミシンでこの小さなカーブを縫うのってやっぱりとても難しいので、返し縫いの縫い方で手で縫います。中袋をつけます。で中袋は縫い慣れてる人はちょっと小ぶりに作って中にシワが寄らないように縫われますけど、私たちは同じもので作ります。作ったらこれが両方ついたら、まあ、これはもうついておりますけども、脇を縫って底を縫って中袋なしのできたものに着せてあげるようなつもりでやっていきます。その時にこっちの方がやっぱりこっちに今シワが寄ってるけども、こうして元に戻すとこっちがシワだらけになっちゃうので、ここの口のところがちょうど R になってるので、私はそこのところで調子を取ります。そこのところでぐーっと引っ張って畳み込んでファスナーの金の下のところで留めておいてあげると、表に変えた時に中がシワだらけにならない袋になりますから、口のところがちょっともたついても重くなることはないので、それは気にしないで気分よく使えるようなものにしてあげてください。